今日は、4月の17日ですね、久しぶりに、鎌倉100歳千人朝食を紹介したいと思いますね。私も今や恥ずかしながら古希70歳になってしまいました。そしてまた鎌倉で、やっとこさこの春に、なりましたが、鎌倉材木座で、釣りバカ日記を時々1週間に1回ぐらいやっています。そしてこの春になりますと材木座にもひじきが流れついてまいります。和歌山とかその周辺に、わかめひじきがいっぱいよくありますから、それが海岸に流れついてまいります。この、ひじきが今や旬を迎えています。これがこの、材木の海岸に流れついたこのひじきの一部ですね。これをホイルで持って、沸騰させてですね、柔らかくしたもの、いわばこれが生ひじきですね。この、生ひじき、お湯で沸騰させたんじゃないじゃん。はいはい、それとこれは材木座海岸のしらす船で、しらすの網にかかったイワシでございます。そして、これはですね、フキですね。今やフキが、庭にも、ご近所の山菜にもですねたくさん生えています。この、庭のフキの醤油で煮たものでありますね。そしてこれはもう、芋尽くしといいますか、ここにあるこれは熊本の友人から送られてまいりました辛いも、辛というのは中国の唐のことですね。辛いもであります。まあいわばさつまいもですね。それからこの白いのが新じゃが、新じゃがですね。そしてこの真ん中にあるのが人参。そしてここにあるこう新しい出島っていう、手島って書いてあったの、じゃがいもの名前があるんだよ、今。なんか違うの。新しい、新種の出島というですね、じゃがいもの一種らしいですね。この、小生のような、芋男には、芋が一番よろしい。そして、これは、例によって玄米食です。玄米に、この長芋をですね、しっかりして、長芋をたっぷり入れまして、その上に、地産地消のこの、ひじきを振りかけると。そしてこの、イワシを持って食として食べて、最後にですねこの納豆を食べると、これが100歳目指す、鎌倉千人バカ千人の朝食でありますね。はい、いただきます。そしてそうそう、これはまたこの味噌汁は何でしたかな。これ今日はね、今日は何ですか。きくらげと里芋の味噌汁でございます。これを食べて100歳千人ね、千人朝食を目指すということですね。はい、いただきます。